やべえぜプロキシー、チーズドインフェルノだ。チーズドインフェルノ、チーザー、チーズに一体何があったんだ。チートピアっつってんのにチーズがねえなら、そりゃカリドーンの子にイノシシがいねえのと同じくらい大問題だ。わかんだろプロキシー。重要な貨物を運んでたコンボイがシンダーグローレイクがあるホローの近くで強盗に襲われた。連中コンテナを奪ってホローに逃げ込みやがったらしい。仙台覇者トライアンフならまだしも、カリドーンの子の貨物を奪おうとする奴らなんて他にいるのか。ダイナーのコンボイには十分な護衛をつけなかったんだ。それがあの強盗どもにつけ入る隙を与えちまった。他の貨物は別にどうだっていいけど、俺様自ら新エリートで選んだ高級チーズと郊外で開拓した生鮮食品のルートは、チーズにしろダイナーにしろ、連中が俺様の宴をとことん邪魔する気でいるのは分かった。こうなりゃこっちも容赦しねえ。もちろん火の湖の暑さで灰になっちまう前に取り返せるのが一番だ。そういうわけだからよプロキシー、さっさと出発するぜ。物流ルート上の脅威を片付けなきゃダイナーの経営だってうまくいかねえんだからな。ただじゃ済まねえって思い知らせてやろうぜ。カリドーンの子を舐めてかかるやつも、神聖覇者に喧嘩を売るやつもな。なぜならチーズこそ力だからだ。最後のはルーシーに教わったんだぜ。何なりとご用命を。何か用？殴り込みか。俺様も連れてけよ。じゃあトヤにかかれば勝利は言う。鉄道コン殴り込み。何か用？あらプロキシさん、ご機嫌。とっとと出発ですわ。ふん、何の。じゃあトヤにかかれば万事解決。
追いつきます。目が鳴るぜ。